配なところで皆様いろいろとね気を使っていただいてありがとうございます。もうねもうすぐね卒園ということでみんなねいろんなねことをねみんな考えながら劇を作ってきました。みんながなりたいものになるっていう、テーマのもとにそれぞれが今やりたいもの将来じゃなくて今なんかやりたいなっていうものを決めてやりました。